こので始まりましたもちちゃんね。さあ今回ミリエでございます。はい、河合塾全頭共通テスト模試、はい、ということで藤川天さんと対決ということではい、わかりました。でも私立文系だから違うかこんななんだね、はい、問題解答用紙こういう風に回収されるんですね。河合塾生は河合塾生が最初にやってる場合こうなることか。はい、河合塾生が後にやってる場合はね、河合塾生がね、なんかね、模試のネタバレで書いていい点取っちゃうとかね、ありますけどね。そうですか。はい。はいはい、そんなの、落とした人もいましたね。はい。はい、では、終わりましょう。はい。模試のネタバレは売るんじゃない。いいですね。はい、買う人もダメです。模試出せ。自分の力を見せるものだよ。自分を大きく見せるものじゃないですから。はい、さあ、行きましょう。ということで、A、国、世界史。世界史です。さあ、どれだけ取れたのか、はい、自己採点見ていきましょう。はい。はい、では、まずは英語ですかね。はい。はい、英語リーディングいきましょう。はい。リーディングが、合計で78点でした。78点。お、これだいぶ上がったんじゃないの？多分だいぶ上がりました。うん、はい。もっとなんか低かったよね、先生、はい。第1問が6点で満点ですね。はい、ここは点差も満点でしたから。はい。はい、第2問は8点。はい。第3問9。第4問9。第5問13点。第6問15。第7問9。第8問4。はい。終わってないなってことはもう。最後第問 9点。あ、9点。はい、9点、はい、はい。これは終わりはしたんですか？最後、あの、7番で結構時間、あの、うん、5番までで45分で解けたんですけど、うんうんうん、6番まで順調で、で、7番で、はい、順調。で、結構迷っちゃって、詰まって、うん、で、最後5分くらいしかなくて、うん、で、ちょっとパラッと読んで、うん、でも分かんなかったんで、だから言っちゃダメだったよ、ネタバレ。合ってました。ああ、なるほどね、はい。ということで、まあ、じゃあ、運だったということですね。まあ、最後は、ちょっと、まあ、うん、まあ、少し読みましたけど。うん。それがどう出るのかね。はい。まあ、わかんないです。天さん、ここでね、全問正解って言ってましたけど、終わんなかったけど。終わんなかったけど、全問正解、最後の大問、どういう運だよって思いましたが、さあ、果たして、どうだったのか。でも、感想としてはどうなのか。まあ、まあ、今までの模試で一番、うん、まあ、自分の読み方をしっかり持って読めたかな、みたいなのはあって、うん。自分の読み方っていうのはなんていうんですかね、なんか、読み方の種類ってあるじゃないですか。うん、なんていうか、あの、論理的な文章だと先に対立項とか動機とか捉えてから、しっかり前行かないといけないなっていうのがあるんですけど、やっぱ、京都の英語リーディングとかだと、そのまま前から後ろに、そのまま一直線で読んで流れでができてるので、うん、そう読めばいいんだなって思って、今回の模試行ったら、まあ、ちょっといい点数上がったかな、みたいな。うん、で、あの、設問から先見るとかは？あ、見ました。ね、設問見て、まあ、あの、視線の方ですよね。はいはいはい、うん、まあ、自分は質問読んで、ちょっと分かんなそうだなっていうところは、先にもう、回答の問題文、回答の、マークのやつまで読んじゃう。回答のマークのやつ選択肢のこと言ってるの？あ、選択肢。何その日本語。回答のマークのやつ。ちょっと、日本語出てこない。選択肢のでも読んだってことね。はいはい、なるほどね、はい。はい。ということでございました。でも、終わりはしなかったってことでしょ？はい。7番で結構詰まっちゃった。8は終わらなかった。終わらなかったですね。はい、なるほどね。どうですか？皆様ぜひコメント欄でどうだったか教えてください。さあ、続いて英語リスニングでございます。はい、英語リスニングは74点でした。おー、なるほど、はい、こっちも7割ということで、まあ上がってきてはいるってことですね。はい、前のがどれぐらいだったんだっけ。前多分5、6割くらいじゃないですか、うん、それぐらいからどん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 上がってきているということでございました。はい、はい、第1問が19点、第2問13、第3問15、第4問12、あ、ここは全問正解してますね。第5問12、第6問3、はい、6がガンと一気に下がるな。いやー、ここをちゃんと取り切れば8割いけたかなって思うんですけど、うん、最後吐き出しちゃいました、うん、はい、聞こえなかったって。まあ、なんていうんですか、なんか回答で迷って、うん、最後こっちかこっちで迷って、うん、でこっち選んだら間違いだった、うん、こっちかこっち同じじゃんかまあいいや。で、まあそれがダメだったっていうのか、まあリスニング自体はできるっていうか、うん、まあ聞き取ってなんとなく話はつかめるんですけど、うん、毎回やっぱ問題で問われ方が少し変えてこられるとなんか迷ったりとか、そのまま次の問題行っちゃって、うん、あ、もうこれにするしかないなみたいな。なるほどね。聞こえるようにはなったってこと、それとも解くのができるようになった？解く方で、まあ、少し意識を変えて、まあ、先読みとか、うん、そういうところを意識したらちょっと上がってみました、うん、なるほどね、はい、はい、まあ、聞こえるぐらいはそんな変わってない。徐々に徐々にこう上がってきてるということで、そう、最終的に届けばいいのでね、はい、そこまで上がるかどうかなんで、徐々に上がってきましたね、はい。え、これでも使うんでしょ、協定は。
協定は使います。だけど、うん、多分英語は使わないと思います。あ、英語使わないんだ。英検利用と、うん、あ、そっか、そうだ、はい、一番上も、まあ、英語は英検で、加点で、当日個別試験なの、うん、あの早稲田大学の、うん、あそこは、はい、あそこって、あ、あの国際教養大学、はい、そうですね、はい、国際教養はそうなんで、あとは立教とか、うん、まあ、東洋とかそっちの方で出すって言っても、うん、英検で多分結構いい点数もらえる、まあ、8割9割、うん、もらえると思うんで、これでも両方出すわけでしょ。まあ一応両方出しますか。両方出して英語ももしね本番めちゃめちゃ良かったら、はい、そっちの方が採用される可能性もありますからね。そうですよ、はい、わかりました。じゃあ引き続きそこは頑張ってもらうということで、ではでは次が国語、はい、国語はやってみて手応えは、今回解く順番を変えてみて、お、何からにしたの。古文からにしました。古文で最難から、うん、はい、で小説行って、うん、まあまあ小説がまあ結構今まで点数取れてたんですけど、うん、まあそれで最後評論解くみたいな、まあ、漢文はまあまあマークだけ出しました。ああ、なるほどね。漢文は使わないから。いや、まあ使うんですけど、まあ先にしっかり前の方か、評論とかそっちの方がまだできてないんで、うん、うん、こうしっかり固めてからじゃないと一回ないな、うん、まあ入試方式によってはもう全然漢文使わないところもあるんで、うん、まあ最後から漢文は、うん、なるほどね、はい、まあ、だから漢文がね一番簡単だから漢文からやれっていうのはよく言われるわけですが、はい、なぜむずい古文にしたの。なんか古文を解いてみた解いてみたい解いてみたくなったっていうか、意味がよくわからんけど、はい、まあいいや。それで時間配分がどうなったの、はい、点数、点数が、全体で84点でした。はい、84? あれこれ天さんに負けてはい、わかんないですけど、まあ天さんのね自己採点が本当だったらですけど、はい、88だったよ確か天ちゃん。あれ、いや、まあ今回ちょっと大事故起こしちゃったっていうか、大事故、あの小説が3点だったんですけど、おい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 、あれ天さん小説0点だったからちょっと同じようなことになってるじゃないですか、はい、乗り移ったいや、マジか。なるほど、第1問38、はい、で小説3点、はい、で小説そんな難かったんですか。どうなんですか。だって店長に言われて日本語読めないんですねとか言っちゃったけど、はい、いやいや、まあなんか普通に読んでて、うん、まあ全然なんていうか、まあ、まあ読めたかなみたいな感じで、うん、行ったんですけど、うん、全然ダメだったので、うん、まあ、ここはちょっと復習しなきゃいけないかなって。大問3が4ですね、あの図表的なやつでしょ、はい、で古文が25点、はい、古文からやったのに、はい、古文はむずいからね、だから後回しにする人多いんだけど、はい、ね、まあ、結構迷いました。なんか見て、まあ、2択か3択で、うん、まあ、結構迷わせて結構時間取られたんで、まあ、あんまこれは良くなかったかなみたいな。河合の先生自体もだってむずいむずいって言ってるから、だからむずく作るんだよこれ、はい、ね、で第5問漢文が4点はい、偶然当たったってことね。そうです。いや漢文やんないといけないと思うけどね、もうさっさとやって点数を自分の実力が分かるようにしておかないと。あ、はい、まあやんなきゃいけないなと思ってるんですけど、だってこれだって漢文捨ててるってことはさ、だ漢文以外にほとんどの時間を費やしちゃってるわけでしょ。まあそうそういうことでしょ、はい、だから本当の実力じゃないというか、はい、それ時間かけての実力だからね、はい、まあ、時間かけての実力でもそれで80になっちゃうわけだから、はい、大問4までです。それはそれでまずいですけど、はい、どうしたもんか、なんとかしないといけないんじゃないですか、国語は。はい、まだこういう人もいるから、俺はよくね、慶応を勧めるんですけど、はい、なかなかね、皆さん慶応じゃなくて早稲田って言うんですよね、はい。はい、だから早稲田は大変ですよ。はい、だからやってみてむずいとは思った。でも古文だからさ、古文からやって古文むずいなって思った。古文むずいなって思って、うん、もう古文で結構40分くらい取る。いやいやダメだってさ、から古文からいやだから古文はまあ解く順番はまあ後回しにしようかな、うん、まあまあ唯一迷ってるのが漢文を取った時、やった時に、まあ、評論から行くか、まあ、小説から行くか漢文から行くかみたいなことは迷ってます、うん、まあ小説もなんか結局去年もなんか模試ではまあ普通に30点台くらいずっと取れてて、本番でなんかまあ今回の模試みたいに最後ひっくり返って、まあ、点数ひっくり返っちゃったみたいなことあるんで、なんかたまにめっちゃ、まあ、すごい落ちるっていう点数が。なるほどね、はいはい、ぜひまた国語もね受けた方はどうだったのかお知らせいただければと思います。さあ続いて世界史でございます。ああなかなか伸びない世界史でございますよ。問題の世界史は何点だったかというと48点です半分、はい、
いかない、50いかないか、まだやっぱ世界史が伸びてないですね。はい、はい、第1問が12点、第2問6、第3問12、第4問12、第5問6、まあ第5問が一番できてないですね。はい、どうなんですか世界史は。まあなんていうんですかね、別に全然わかんないとか、そういうレベルでは、まあないかなとは思うんですけど、やっぱ全体的に世界史って年号とかいろいろ掴んでいかないと、まあ伸びないのかなみたいな、なんていうんですかね、もうちょっとちゃんとやるっていうか、まあもう少し集中して、まあなんていうの、なんていうの、分からない。流れとかさ、全体像をつかめてんのかなっていうのは疑問ですね。またやっぱ半分いかない人って、はい、そもそもの、最初の流れのとこ全然抑えてない、なんか単語だけ飛び飛びで記憶に残っててちゃんと流れがスッと入ってないって人が多いけど、はい、一応勉強内容としては、まあ、学校、予備校のテキストを使って、まあ、単語をやって、で地図で都市の変遷とか確認したり、王様まとめたりとか、今、まあ、やってるんですけど、まあ、それがテストになると、まあまあ、そうですね、まあ、全くできない問題が全部あるっていうわけじゃなくて、間違えた問題の中でも、まあ、2択まで絞って間違ってるなみたいな問題もあるんで、まあそこを掴んでいくの、まあ、流れとかちゃんと確認し、まあ、する意識で、まあ、単語っていうよりかは意識まあ なんていうんですか、単語を抑えるっていうよりかはもうずっとそっちを意識してやって、まあ、分かんない単語が出てきたら、まあ、その単語を分かる状態にするっていうか、その流れの中に組み込んでいく、馴染みのある単語にするっていうことは、馴染みのある単語にする、知らないものをよく分かった状況にするってこと。初めて見た名前だったら、どこの時代の人かも分からないじゃないですか、だけど、まあ、流れ、まあ、そのどこの人なのかっていうのと、まあ、どこ何をした人なのかっていうのを、まあ、周りと結びつけながら、まあ、まとめるってことはしてるんですけど、それを覚えてるかって言われたら、まあ、まだ覚えてない、まあこういう、ね、はい、単語むやみやたらに覚えるしかないんだけどね。いろんな言語をやると分かるんですけどね、この名前だからこれ、ね、イタリアの人だろうなとか、はい、あこの名前だからスペインだなとか、こんなからフランスだなとかっていうのは分かるんですけどね、実はね。それもう後々、その受験終わった後に分かったことなんで、自分自身はね。教科書にはさ、アルファベット表記も書いてあるからさ、実はそのアルファベット表記でいろんなことが分かるんですけど、使ってないよね、みんなね。まあ、一生懸命謎のカタカナを覚えるっていうので、自分自身もすげえ労力を無駄にしたなって思うんですけどね。はい、まあ、今更言ってもなんですが、まあ、多分やっぱりまだ結びついてないだろうね。単語がバーっとあるだけで、それが繋がって、はい、因果関係、歴史として頭に入ってないだろうなっていうのは、件数的には言えるかなと思いますね。自分自身もそんなにできたわけじゃないからね、最後の、もうでもこの時期ですよ、11月12月でドドドドって一気にできるようになったから、はい、この11、12、1月で、はい、そうですね、全部単語入れたから、流れのともに全部入れて、それでできるようにしたんで、そこからドドドッと上がってって、まあ慶応のも取れたしね、だいぶ、まあ最近僕もそっちの方向に行ってるっちゃ行ってるっていうか、まあ英語を今まで中心的にやってきて、でやっと英語がまあ読解中心になってこれたので、基礎で、まあ基礎文法とかじゃなく、だからまあ今世界史で基礎を中心に優先してやろうかなみたいなことは、や毎日取り組んでる。はい、最中、はい、過去問ですか、いよいよ過去問、まあ10月終わりには入ろうっていう話はしました。過去問入って、その過去問の出来を見て、はい、で平さんがね、ノートに全部何年のどの問題はこうみたいなのを全部メモってますから、はい、英国に関しては全部あるはずなんで、はいはい、そちらを見ながら、まあ、分析していく、去年ね横山がやったようなやつですけど、はいはい、やっていければいいんじゃないかと。英語はまあ伸びたけど、他はやっぱまだまだっていう感じですね。まあ、はい、いやもうこれ間に合うのかってことだよ、10月で。もう時間がない、いよいよ。じゃあ応援してあげてください。そして受けた皆様はぜひともコメントお聞かせください。まあてんちゃんのやつだと、もうてんちゃんのコメントバーって埋まっちゃうから、その模試がどうだったかのコメントがほぼないので、はいはい、そちらを聞きたいので、ぜひとも皆さんの意見を受けさせてください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。